こんばんは、平井弘明です。今回はですね、片手打ちの練習方法についてコメントをいただきましたので、その片手打ちについて詳しく解説していきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。片手打ちなんですが、注意するポイントがありまして、まずスピード感と左手の手の向きがポイントとして挙げられるんですけども、まず一つ目のスピードです。右手片手打ちからいきます。普通にアドレスをして、普通の右手のグリップのポジションでいいです。このポジションから左手を外します。このポジションで持っていただいて、ボールポジションアドレスは通常の打つ形でいいです。この形から右手1本だけで振るんですけども、両手のスピード、この両手のスピードで右手1本で打つと、こうやってダフるんですよ。それはドライバーの振り遅れと一緒で、右手のパワーに適正なスピードで打たないと当たらないってことなんですね。要は片腕、今右手って言いましたけども、それは左手も一緒なんです。片手の力に合わせたスピードで振らないと、右手でも左手でもダフりますので、それは注意するポイントです。スイングスピードっていうのは、クラブの重さを感じながらポーンと、重さに逆らわずに打ってあげることがポイント。ちょっと打ってみますね。今のスピードと、これが両手のスピード、全然違うと思うんですよ。なのでこれぐらいスピードの変化をつけてあげないと、両手でも片手でも当てることができないんですね。それがポイントになります。もちろん右手1本だったら片手の握力の力しかないので、クラブが揺れる確率がすごい高いんですよ。なのである程度グリップもしっかり握っていただいて、ゆっくりしたスピードで上げ始めからフォローまでスピード感を変えないで打ってあげることがポイントの一つ。これバックスイングもそうなんですが、やっぱり打ちたいスピードでどうしても振りたいんですけども、打ちたいスピードで打つと体がブレたりとか、クラブを引いてあげちゃったりとかするんで、なるべく両手で打つ時の形をイメージしながら、この形に対して同じ形を片手で作ってあげる、もうそれが最大のポイントとなります。これはドリルとしてフェース面を例えば意識するだとか、クラブの片手だけの使い方を意識するっていう意味合いがあるので、飛距離とか全く関係ないんですよ。なんであんまり飛ばそうとか、あそこの距離まで打とうっていうことは考えなくていいと思います。次に左腕1本の打ち方やりますけども、今打ったイメージとしては、右手の平を意識してその平をターゲットに向けて打ったんですけども、左手の手の平は飛球線と真後ろ向きますよね。なのでイメージすごいしづらいんですよ。なので左手1本の場合は、左手の甲をターゲットに対して向けてあげて、その甲を出してあげるんですけども、フォロースルーの時には左手の甲が真後ろ、背中を向く形ですね。そうするとターゲットに対してクラブが刺せるので、この形をキープしてあげた方がいいです。ずっと甲がターゲット向いてしまうとヘッドが出ないので、これはもう注意点ですね。こうならない方がいいです。あとは左手1本で打つ時のポイントとしては、どうしてもクラブを右手と一緒、自分の打ちたいスピードで早く打とうとすると、グリップをこうやって引いちゃうんですね。引いちゃうと左肘が曲がったりとか、もちろんトップダフリ両方出ますので、クラブが左腕と一体になってて、こういう風に必ず綺麗な円を描くイメージを持ってあげた方がいいです。これが急ぐとこうグッと引きます。そうするとミスが出ますので、スピードを右手同様ゆっくりにしてあげて、ポンと出してあげるイメージですね。このイメージを持って打ってあげた方がいいです。これはポイントですかね。あとは普段ショットがどっちの腕で意識して打ってるかにもよるんですけども、ちゃんと左腕で打ってる意識がある方は、ターンをしてあげられないと左手1本で打つ意味がなかなか見当たらないというか出てこないので、ちゃんとターンをして打たないとダメです。このまんまキープしたままこうやって出すことは良くないので、絶対に左は
ターンしてあげる。右っていうのはもう右手のひらがターゲット向いた状態でアドレスしてますので、そのまんま何もしないで前に出してあげてもボールはまっすぐ飛んでくんです。ってことは右は何もポイント一つも加えないでもまっすぐ飛んできますけども、左腕で意識してまっすぐ飛ばしたい場合はポイントを一つ加えてあげられないとまっすぐ飛ばすことができない。どちらが簡単か難しいかはっきり分かりますよね。右の方がイメージとしては出しやすくて簡単なはずなんです。なのでそれを意識して練習していただいた方がいいと思います。さっきも言いましたけども、左手を意識して打つんであればターンを刺して打ってあげられないとまっすぐ飛びませんよということになりますので、注意してやってみてください。片手打ちのさ、はい、練習ってさどんなのやつ？片手打ちの練習は俺絶対右なの。左の練習なんかもう興味がない、やったことない。右手で構えて5ヤードから10ヤードをひたすら打ってましたね。多い時は本当片手だけで700球とか打ってた多い時はね。イメージ出すだけでいいよとかっていう自分のイメージがある場合はそれでもね最低100球以上ですよね。700球以上終わっちゃうよ。終わっちゃう。普通の練習はね50球とかしかできない。むしろやらない。その日はそれだけなんだ。だからウェッジしか持っていかない時とか全然あった。それぐらい大事な練習。ちなみにオフシーズン片山慎吾さんなんかこうやって片手打ちで構えるじゃない、構えて打つじゃない。したらあそこに10ヤードぐらいに平均台を置くのよ。でその平均台の上にコンと落とす練習をしてる。それぐらい右手片手打ちって大切なんです。右手一本で平均台狙う。そうやばいね。それぐらい大事なはずなんだけどね本当はみんな左やりたいでしょ、やりたがるでしょ。左手って相当難しいと俺は大思いなんですけどね。練習としては右手で構えて本当距離的にはねこれぐらい、これぐらいをね、もうふざけてるとかじゃなくて全てかっこよく見せるために右手一本なんだけど形は絶対整える。こうやって両手に打ってるように、そうそう、こうやって構えてこうやって打ってるように片手で見せることが大事。こうやってめっちゃくちゃうまいでしょこうやって構えてこう、めちゃくちゃいい、蘇ってきたそうこれをひたすらやってた。それやるとどういうこと？まずフェースコントロールがめちゃくちゃ分かりやすいの自分で。それはなぜかというとスピードがいつものスピードよりもゆっくりだからっていうのもあるし、実際にあの距離でも曲がるからコントロールできてないと。だからフェースコントロールをしてちゃんとフェースが打ちたいターゲットを向いてこうやってインパクトできてるかどうかのチェック。俺も5球打ったけど多分4球は平均台に当たってる。てる、ね、うんそうだから、ああいう練習地味な何やってんのこの人みたいな練習がめっちゃくちゃ大事あ、じゃあこれやるとコントロール良くなる、ね、めっちゃくちゃ良くなる。これは意外とドライバーの飛距離から正反対な飛距離じゃない、めちゃくちゃ短いから。でもドライバーにも関係するから、要はもう使い方だから、タイミングと、そのフェースをインパクトのタイミングに使う動作を練習してるから、こんだけちっちゃい動きでもめちゃくちゃ関係あるのよ。ドライバーにもインパクトに持ってくる動きだから。いや全クラブに影響がある、うん、あります絶対あります。いやもうやった方がいいねこれは、うん、700球結構多いのは練習の話になっちゃうんだけど、50球お金を払って練習するんだったらドライバー50球と5ヤードのアプローチ50球どっちが大切かって言ったら、みんなドライバーっていうのよ。でも同じ練習なのよ、両方練習で。ドライバーってここに打つでしょ、ワイドに。でもさ、アプローチってこう打つでしょ。どっちの方が正確性が求められるかって言ったらこっちのアプローチなんでね。だから俺はアプローチ50球練習した方がよっぽど身になると思うのよ。でも満足感の問題になっちゃうんだよね。ドライバーをバチンって50球練習した方が気分がいいと。そういう部分でもドライバーの方が多分選んじゃう方が多いと思うんでね。それはもう楽しんだもん勝ちだからいいんだけど、前も言ったけどスコアっていう文字が入ってくるんだったらやっぱりアプローチショートゲームを練習した方がいいかなって思うな。
絶対って言いたいけどなかなか言いづらい部分もあるけどね。絶対絶対そうだから本当に両手で打つような形をこうなんか120点だよそうああいうショットを打てるような自分でスピードを見つけるのも大事だし動き方もそうだそういうのをね普段の練習からやってもらうとめちゃくちゃいいかなと思う。多分ねあんなナルシストになって左手一本で多分打てないと思うんだよねちょっとちょそうこれとかいい方だもんね。だけどあれだと俗に言うポッコンですからあれあんまりフェースには乗ってない乗ってないってことはやっぱこうやって入ってるんでね良くない動きになっちゃうんであれを練習する必要ないの。あれが絶対コースで使うショットだったらあれをもちろんうまくいくように磨かなきゃいけないんだけどドリルを磨く必要はないからだからうまくいく方でもちろんいいんです。なんで右手左手どっちでもいいんですけども打ちやすい方を見つけてもらった方がいいですね。よろしいでしょうか。大丈夫ですかね。このようにいろんなコメントに対してとかですね動画を撮ったり最近やってるんですけども共感していただいたりですねあいいなと思ったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。 YouTube のコメント欄ですと他の方が見れたりとかするんでちょっと内容とかですねお名前が出ちゃったりして恥ずかしいなとかちょっとあんまり知られたくないなっていう場合は公式 LINE の方に送っていただけると他の方にはこう分からないのでワンナップゴルフのですね公式 LINE の方に直接メッセージいただけたらと思いますので内容にもよりますけども返せる内容でしたらもちろん動画交えて返す場合もございますのでそちらの方にご連絡いただければと思います。では今回の片手打ちの動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。